ヘイダル・モスレヒーヘイダル・モスレヒーは、イランエス・ファハーン出身の政治家、ウラマー。全イラン情報大臣。モスレヒーは1956年、イランのエス・ファハーンで生まれた。ハカーニー人学校に学び、数年の外国留学の後、国際法の修士号を得た。モスレヒーは、2005年に、アフマディ・ネジャードが大統領に選出されるまで、バスイージにおける最高指導者、 アリー・ハーメネイ氏の代表を務めていた。大統領に選出されたアフマディ・ネジャードは、モスレイヒーを自身の聖職者顧問として迎え入れた。同氏は後に、ハーメネイ氏により、イスラム基金機構の責任者に任命された。2009年8月5日に、情報大臣に任命されたが、同国のアフマディ・ネジャード大統領に促され2011年4月17日に、辞任。 最高指導者、アリー・ハーメネイの命で同ポストに復帰した。アフマディ・ネジャード大統領は、モスレイヒーの復職に抗議し閣議召集を拒否。2011年4月の時点では、モハンマドレザー・ラヒーミー副大統領が大統領抜きで閣議を開催している。同年4月27日、イラン国会は、モスレイヒーを情報省として承認。米ニューヨーク・タイムズ氏は、 モスレヒの辞任騒動は、同志が情報機関の某職員会任を試みたことを発端とするエスファンディアール・ラヒーム・マシャーイとの対立によるものと、する憶測について報道した。モスレヒ情報省は、イラン・イスラム共和国に対し、全面的かつ多面的な戦争が仕掛けられており、敵は、今や新たな戦法を取りつつあると表明している。イラン学生通信は、 ヘーガル・モスレフィ情報省がイスラーム文化・コミュニケーション機構での演説でイスラム共和国の視点から見た場合、同共和国に対する全面戦争があらゆる側面から仕掛けられており、同共和国に対するあらゆる戦線での広範な敵の計画が脅威と脆弱さを生み出し、敵に付け入る隙を与えていると語った。モスレヒ情報省は、 インターネット上のソーシャルネットワークの広がりを新たな脅威と表現。インターネットサービスは利用者の情報を引き出すことを意図するものと主張。イランは不適切あるいは歪説と判断されたサイトの接続を認めない国内向けのインターネットサービスを開発中と発表した。こう,うものの父。ありがとうございます。